わ、怖っ。なになになに、いるいるいる、いたよな今。どうもー、トリのつめ団ソートです。ホラーゲーム企画からすすめ第374弾はこちらのゲームトゥモローやっていこうと思います。こちらのゲームはですね、ピエロが出る地下鉄から脱出するホラーゲームみたいですね。もう設定だけ聞くと映画ジョーカーとか思い出すんですけども、早速やっていきたいと思います。スタート。取り詰め。さあ、ということでやっていきましょう。おー、フラッシュライトをテイクして、で、あ、結構動き早いな。身長低くない？なんか気持ち身長低い感じするよね。あー、ここに入るにはチケットが必要なんだ。あ、地下鉄だ。今はお金を集めてチケットを買えばいいのかな。あー、落ちてる落ちてる。なるほど。ちょっとこういう謎解き要素もあるんだ。あ、今もあったな。え、これあれなのかな、しばらくしたらピエロ来ちゃうのかな。どういう感じで襲われるのかわかんないからめちゃめちゃ怖いんだけど、久々になんかピエロが襲ってくるタイプのホラーゲームやってる気がしますね。さあ、5円5ドルかな、手に入れたから。おっと、怖いな。ちょっと待って、鳥肌立つんだが。あ、変えた変えた、チケット変えたかな。ちょっと待って、怖い、雰囲気怖すぎる。ちょっと待って、鳥肌止まらん。やめてやめてやめて、何、ああ、ちょっと待って、来てるよね。おい、ちょ、早い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 、ちょっと待って、まだ何起きてるかよく分かってないのよ。ちょっとさあ、ということでちょっともう一回やっていきましょう。とりあえず5ドル集めたら、その後チケットを買って電車のホームに行けばいいんだと思うんだけど、その瞬間やつも襲ってくるわけだろ。今ピエロみたいな、なんか来たもんね、なんかスーツ着た人、マジでジョーカーみたいだな。なんかで俺コントロール押しちゃってたからしゃがんでたのかもしれない。なんかすごいスピード遅くなったのと、あとあれだな、なんかそもそも通れない、俺ここ行ったな多分な。ここだな。うん、オッケーオッケー。ちょっと待って、買っていくぞ。待って、買える？オッケー、チケット買った、回す、よし。で、どっち行ったらいいんだ。ここは開かないんだ。キーカードないぞ。さっきはでもなんで来たんだろう、あいつ。タイミング的にちょっとよく分かんなかったよね。これ、あ、通れるんだ、ホームも。ジャンプすれば一応いけると。どっかいるんだろうな、きっと。もしかしたらもうキーカードかなんかが必要だよね。え、待って、めちゃめちゃ怖いんだけど今回のゲーム。下かな、行ってみようか。うわ、怖っ。なになになに、いるいるいる、いたよな今。ちょっと待って、あっちやばいんじゃない。電車来ないこと祈りつつ、ちょっと待って、こっち一回行こう。こっち側通れるよね。そうだよね。うわ、ここもダメだ。ドア開かないってことだよな。開かないわ。どこもかしこもキーカードが必要。で、赤い扉が一つそこある。行ってみようか。開かない。待って待って。この焦燥感駆られるような。やばいな。来るのか？来るのか？さっきこの後来たんだよな。一応逃げれるように進路取ってかないとダメだな。どっちから来るんだ。ここダメだよな。電車が来る可能性も考えて。やばい、来るな、電車来る。よし、とりあえず登って。あ、待って待って、何も見えない。ちょっと待って、フラッシュライトつかなくなってきてる。ちょっと待って、何ここ、ここ囲まれてるな。あー、袋小路だねこれ。ただのエスケープポイント的な感じかな、電車からの。こっち側行ってみよう。え、登れない？あ、登れないな。電車に引かれないことを祈りつつ、とりあえずこっち側行ってみようか。ここは大丈夫だろ、さすがに。これなんだ？ F テイク。あ、バッテリー手に入れた。これは？ウサギ？ここに、なんか、なんで？このバッテリーを使って何かしてあげるってことだよな。ひとまず戻ってみようか。これは？あ、よしよしよし、
カード手に入れたって。なるほど。待って、これ来てるのか。来てる感じするな。大丈夫か。曲がピエロの曲なってる。待って、このキーカードであのウサギさん解放できるかな。え、でもずっとトリアだ止まんないんだけど。後ろ来てないよね。怖っ。もうやめて。ちょっと待って。あ、しんどいって。ここのじゃないんだ。このキーカードではないのか。こっち側から登りたい。あ、登れるじゃん。登れるんだ、うまいことやれば。うわ、いたジョーカーいたぞ。これやばいな。一回こっち側行こう。なんか踊りながら階段上がってたよね。降りてたのかな今、わかんないけど。どこの鍵なんだろう。ここかな。あ、いた。よし、待って、ここ開かないはず。ここ開いた。ジョーカー来てない。よし、あー、道が繋がってんだな。いや、でもちょっと一回奥まで見よう。何か手がかりになるものがきっとあるはず。もうちょっとパニクりすぎてやばいんだけど、今回。なんせあの初回の殺され方が異常だったもんな。ここ開かない。何かが必要なのか。それこそあれだよな、バッテリーとか使ってさ。無理か、無理だよな。あー、チケット、でももう持ってるもんな。必要ないよ。なんだ、ピエロが来てるわけではない。ここ追い詰められちゃってるよね。ここダメだな。行き止まったな俺。一回戻るね。これちょっとピエロ来られてたら若干アウト臭いな。大丈夫か。意外と時間の猶予はあるのかもしれない。よし、こっち側探索してみるか。ひとまず電車のところ。これはでも起動してないもんな。何もアイテムもない。なんか一瞬今奥にピエロ見えた気がしたけど、気のせいか。気のせいだよな。いや、怖っ。どういうパターンであいつが追ってきてるのかが全く分かんないからな。とにかく出くわさないようにいこう。あっ、あっ、嘘。ちゃんと人身事故起きました。あー、これちょっとランダム配置っぽいな。さっきここに鍵あったもんな。ちょっとだけ法則性分かってきた気がする。あ、これは、これもダメだ。あー、いた。怖ー、もうとにかく曲怖いね、このゲーム。あいつあんま見ない方が多分いいんだな。見るとかえって視界に捉えられたっていう判定になってる感じがするんだよな。こっち側もまだ行ってないね。あー、これ行けないんだ。なんかこういう椅子のところとか下のデスクのところに置きがちなんだよね。で、バッテリーの位置はこう、うわー、こうなるとまずいぞ。よし、もう一回行こう。こっちまで行って、それから下行く。絶対この下のエリアとかであいついること多いから遭遇率異常に高いんですよね。で、一回終わり始めると結構しんどいっていうところある。これないな。で、多分振り向かない方がいい。その方が負ける率上がる感じがしますね。さあ行くぞ。とりあえずこっちの奥。いやー、キーカードがまず欲しいんだよな。キーカード手に入れないことには始まらない。よし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 。で、バッテリーが、こっち側だ。こっち側の奥だね。あの、うさぎさんが閉じ込められてるところに確実にバッテリーがあるような仕様になってると思うんで。あー、でも、奥からいたわ。ダメだ、一回引き返そう。あ、じゃあ先にまだこのゲームの中でよく分かってないエリア攻めた方がいいね、これね。うわ、そっちから来んのかい。勘弁して。ちょっと動きがよく分かんないな、あいつの。追われてんのかな。追われてる可能性あるけど、BGM 一応収まったからバッテリーだけ取っちゃおう。ちょっと命がけかもしんないけど。はい、戻る。で、やつがいないことを祈りつつ上登るよ。で、階段階段。うわ、いるわ。いたね今ね。でも追われてないから大丈夫だと思う。
で、ここから赤い扉の方かな。電車もしっかり気をつけつつな。来そうで怖いな。ここ開くはず。よし、ここが開くようになった。で、もう一個鍵とかがきっとこの後あるんじゃないかな。こっちの奥まで行っちゃおうか。こっちの奥まだあんま見れてなかったと思うんで。今の左側にあったのはあれ多分チケット買うとこだもんな。あ、ぐるっと一周し、あ、そうだそうだ、ここに来るんだよね。まだ他にもどっかこのキーカード開けられるとこあんじゃないか。あ、いったね。うわ、外出させて。あ、ここ開けられんじゃない。開いた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 。あ、2箇所開いたね。下へ続いてる。これは、あ、ペンチみたいの手に入れた。これなんかバッテリー使えそうな感じもするけど。あー、これあれだな、南京錠のところを開けられるやつか。そんな感じだよね多分ね。そういうことだな。ってことは、あー、どこにあったっけな。ちょっともう忘れかけてるんだけど、ここの左側じゃない。ここさ、ほら、チェーンで切れるよきっと。あ、長いんだ、時間かかって開けて。よし、いいぞ。下行って、さすがにもうちょっと待って、なんか使うやつないのかな。バッテリーとか使ってなんかできるとかありそうだよね。え、開けただけ。ランダムなのかな、ここもランダム配置で今はなかったみたいな。となると、あのジョーカーみたいなピエロがいそうなエリア、下の階かな。あそこでもまだ南京錠で開けてないところあったと思う。こっちだってもう、そうだよね。いや、もうこれで開けようなぁ、ドア。頼むよ。ここが多分最後の最終地点なんだろうね。そんな感じする。幸い曲は怖いけど、あいつは来てないよな。近いか、これ。近いのか。もう、ピエロっぽい BGM ずっと流さないで。やめて。一回戻るよ。ここからはでも追われ始めるかもしれないな。下の階行く必要があるもんな。ここでね、やたら遭遇率高いんですよ。いるか？いるわ。こっち側は？先に見とこう。南京錠で開けるとこなんかあったっけ？いや、なかったっす。バレた。バレたけど、一回こっちからぐるっと行こう。これで負けるとでかいんだけどな。怖っ。はい、ジャンプ。ちょっと待って、ジャンプ。よし。で、どっかあったはず、どっかあったはず。ダメだ、一回登ろう、一回登ろう。下の階にどっかなんか南京錠開けられるとこあったと思うんだけどな。もう一回でも降りるよ、とりあえず。いや、死にそうで怖い。あ、いたな、あいつ。あ、ここだな。これ開けるよ。待って待って、早く。よし、取った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 。この鍵を使って、今度ウサギさんじゃない？ウサギさんのとこだと思う多分。ってことは、ってことはどっちだ？下の階だな。もう一回下の階に行く必要がある。バッテリーがあって、でウサギ小屋もあった。もうちょっとずっと BGM 怖いんだけど、もう勘弁して。あ、こっちじゃない。あ、ま、間違えた、こっち側だ。あ、もうやっぱパニクるわこのゲーム結構怖いね。久々かも、がっつり飲まれてる。あ、いるな。やべ、来たな。となると、よっ、よし、ジャンプしきった。後ろから追ってきてるはずなんで、このまま行くしかないな。いないよね。よし、オッケーオッケーオッケー。じゃあこのまま行っちゃおう。ちょっと追われてる可能性もあるんだが、でも多分 BGM 的には大丈夫。開ける。え、ケージキーは違うんだ。これじゃないの？これじゃないんだ。え、じゃあこれどこの鍵だよ。一旦違うエリア行かないといけないな。となると、あー、ジョーカー一番奥にいたね。あー、よかったよかった。いや、でも死なずになんとかここまで来れてることが奇跡に近いというか、感謝感謝。これ今追われてんのかな。ちょっとジョーカーに追われてる可能性あるんだけど、ジョーカーって呼んじゃってるけども、こっちの奥さ、やっぱなんかバッテリー使うんだと思うんだよな。なんかそのための鍵とかなんじゃないかな。これ一回ぐるっと回ってみる。来てないね。
いや来てんのかい。それ無理じゃない？それ無理じゃーん。もうなんかあの奥多分バッテリー使えるんじゃないかな。もう怪しいとこあそこぐらいしかないんだよな。さあとりあえずありとあらゆるアイテムを手に入れた状態になりました。バッテリーももうすでに持ってるし、でなんか鍵も持ってるので、多分この奥の場所にバッテリーを差し込めそうな場所をちらっと一回見つけたんだけど、細かく見れてないんだよね。そこが一番怪しいので、まずそこに向かっていく。この奥だったと思うんだけど、これだよな、やっぱそうだよな。まずこれでハサミで切って開けて、ちょっと一回閉めて、これじゃない？あ、長押しね。バッテリー使う。パワーが通った。ってことは電車の中入れるか。入った入った入った。入れるよね、入れるね。何かがあるはず。ここには何もないのか。この車両には何もないってことかな。こっち側。ああった、これがラビットのケージの鍵だ。じゃあこれをウサギのところに持ってきゃいいと。ただこれ死んでるんで、ラビットのそのケージがさっきのところにあるかわかんないな。まあでも今んとこ見つけてないんだよな。 C っていうならここか。ここ開けてないけど一応見とく。ここにウサギのケースがあったら最高なんだけど、ないか。ないね。じゃあやっぱりあのバッテリー地点かな。よかった、幸いあいつ来てないな。一回降りるよ。いるかもしんないけど、ここでもう死にたくないぞ。うわ、いたー。でもって俺逆側だったかな。いや、そうでもないな。一回上がって、ちょっと待って、危ない。落ち着け落ち着け。一回助走つけてからの上がる。よし、下降りて大丈夫、多分巻いてるはず、信じろ。よし、でこの奥にウサギちゃんいてくれよ。バニーちゃん、バニーちゃんいない。ここじゃないんだ。嘘、どこだよ。嘘だろ。いやマジかよ、見逃してるだけでどっかにあんだろうな。ちょっとランダム出現で、うわ、またかよ。もうちょっと待って、今回しんどめたしんだこれ。バッテリーのエリア、ここのこともあるんだ。なんかここ開いたわ。なるほどね、そのための部屋だったんだここ。じゃあなんか2箇所ぐらいからで結構ランダムとかになってんのかな。ありえるな。あれ、またバッテリーねえか。ここにあってくれるのが一番いいんだけど。でジョーカーそっち側さっきいたんだよな。ただバッテリーあるとしたら、もう一個俺が知ってるのはこっちのエリアなんですよね。あ、ケージあった。パニーちゃんここだ。まずバッテリーがあった、なるほどね。よし、ケージの位置ここ覚えとけ。ジャンプ。いや、ジョーカーの位置が全く分かんねえんだよな。まず上上がる。 OK。怖い、もう曲怖い、もうずーっとこのゲーム何分もやってんのに一切やれない。でここの部屋がバッテリー部屋だな、今回はな。はい、ちょっと待って、開けて開けて、長押ししてバッテリー入れる。はい、通ったからこっち側の奥の電車にまずこれで入れるようになったと。でそこにケージの鍵が入ってるはずだから、それを持っても、あとは場所分かってるからね、そこ行くだけ。よし、あれ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 、あった。オッケー、すぐ戻るぞ。なんだこれ、ドーンっていうのは今バレた音か。怖いな、後ろ来てんのかもしんないね。前から来られたら完全アウト。もうでも行くしかねえわ。もう前も警戒ね。はい、降りるよ。よし、で線路のところ降りて、ここだ。バニーちゃん、バニーちゃん、オッケー。危ねえ。
で、ぐるっと一周する形で、上上がっていこう。クリアリング気をつけつつ。よし!もう出るぞ!もう出るぞ!で、多分上の階が、何箇所か出口あったはずなんだよな。イグジットっぽいの何箇所かあったよね。あ、これそうだよね、まずね。ここ行けんじゃない?どうだろう。イグジットって書いてあるし。これ。よし!クリアしたー。めっちゃ時間かかってんの、バレてる。いや、怖かったー。あー。ということで、今回は映画ジョーカーに出てくるようなピエロに襲われるホラーゲームの方で遊んできました。ピエロ系ホラーゲーム好きな方はね、再生リストにまとめてますので、そちらを概要欄に貼っておきます。ピエロ系ホラーぜひ見てみてください。またこんな感じでいろんなホラーゲーム実況しようと思ってます。そういった動画も気になる方はぜひチャンネル登録して、どれのつめ何に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。いや、マジで今回怖かった。